国生です。2020年の6月の3日でございます。もうお待たせしてすいません。小林里帆ちゃんの5月の28日の誕生日動画ですね。これを前編後編とお届けしました。えっと、コメント返しがほとんどなんですけどね。インスタライブとか入れながらだったんですけど。えっと、そこに書いてくれた方々にお返ししていく動画、今日はあそれをお届けしたいと思います。これも前編後編に分けます。 ね、もう長いだろうって言われてるんで少し工夫しながら頑張りますでいつも通り国をチャンネルのコメント返し動画なんていうのは歴史的背景であったりもう最近はテクノロジーとかあとご意見いただきなんかもう僕の方が完全に学ばせていただいていますいつもありがとうございますで、まあ、こんな機会皆さんと有意義に使っていきたいというのもあってちょっとおこがましいんですけどチャンネル登録お願いできますと,、えー、とこの機会がより充実していくというようなもうその方向で考えていますんで。 えっと、皆さんの、なんていうんですかね、このライフスタイルの中に一つ、このページが残ってくれる、このチャンネルが残ってくれると嬉しいなって、そんな思いで、えー、制作しております。では、早速いっちゃいましょうかね。えっ、ー、と、まずね、前編のところにコメントくれた方々にお返ししていきます。これお読みしますね。隣の桃田さん、えっ、ー、と、こちらの y o u t u b e r 用意ですので、毎日拝見させていただいています。ありがとうございます。もう、その言葉一つで、 ねえ人間って単純、まあ、僕がなんでしょうね、えー、とこの一つでもうがやる気が出るというそういうもんですよねなんかですから我々いろんな <laughs> テクノロジーとかやるそういろんなこと言いましたけど人間実は超シンプルだったりするんでそのシンプル感もお互いなんか更新していくね更新っていう言葉が正解かどうか分かりませんがそんなような感じでやっていきましょう引き続きよろしくお願いしますあとますじゃあ続いてお読みしますさあさあ いいつもありがとうございますグッドグッドさん、えー、アイドルとアーティストの話以前に芸能人や歌手になるハードル自体が下がってますからねガンダムで例えるならば何でガンダムに例えるか分かりませんが笑い、まあ、僕にはすせてれたんです昔はシャアの乗る赤い彗星いやアムロが登場する白いやつレベルのスキルやカリスマ性がないと絶対にデビューなんてできなかったのに現在では量産型ネモとか 下手すればボールレベルでも芸能界デビューできちゃうわけで、えー、山口百恵、松田聖子、中森明菜、ピンクレディとか多分ものすごい競争の中を勝ち上がってきた一握りのカリスマだったんじゃないでしょうかね、えー、そして当然といえば当然ですが量が増えれば質の低下を招くのは自然の摂理ですって。<laughs> 失礼、えー、ハロプロに限らず王女帯のアイドルグループなんか 昔ならデビューできてる人はその中のせいぜい1人か2人って感じなんでしょうかつまりプロの基準プロになるハードルの高さが昔と今では全然違うんですよねまあそれのどちらが好みだとかどちらの方が時代のニーズに合っているかなんていうのはそれはまた別問題と言いますかそれぞれの人が思うところがあると思うんですけど。 僕は芸能界でプロデビューできるスターなんてもんはほんの一握りの本物の才能だけでいいのかなって思ってる派でしてまあ経済界政治の世界なんかでもそうですけど健全な能力の比較あるいは健全な競争原理健全な自然淘汰の原理ってのは腐敗を防いだり質の高さを担保するための社会における重要な、えー、設備ん処,処置 装置かな装置かなと思っているので、えー、だからアイドルアーティスト論以前の問題として、現在の芸能界にはまず厳しくて健全な競争原理が失われているような気がしていて、まずそこに少し不満があるんですよね、ということでした。毎回ちょっとすいません、文字のテンポ悪くて。えー、ご意見ね、感謝します。で、これ、ガンダムはまあ僕がガンダムで例えたからね。で、アイドルの、まあ、ありがとうございます、ね。アイドルの、 うんこの僕はねこれグッドグッドさん書いてることいつも理論はグッドグッドさん側に立てばわかるんさもう共感なんですよおそらくグッドグッドさんの考え方のベースの中ではこれが正解だからっていうことなんだけどでもねやっぱこれ僕はアイドルの見方がここにないんだよな。 それがいつも思うで健全とは何かっていうとここことても重要だけど僕がいつも言ってるエンターテインメントの健全性というのはあ非常に多様性を込めているところ多様性が通常であることが僕は健全だと捉えていてスターが一部っていうのもなんかカースト性とかそういうものを思い出すような気がしてしまうんですよ。 なんかなんか音楽っていうのはそもそも何なのかって言ったらスターとかお偉いさんが届けてもらうっていうところよりそれこそゴスペルじゃないですけど庶民の日常にある中でなんというか気持ちよさであったりそこにうんなんか僕は日々ののの感情っていううが乗り移るるよよなの方がな方んんかハマるんですよねだからここはなんかグッドグッドさんも含めて皆さんの日常の中でどうやって音楽っていうのが。 うん、ライフスタイルの中に響いてるのかなってところに答えがすごく依存するような気がします。なんかちょっと全然感じ悪いこと言ってたらすみません。でもそういうことをいつもね、えー、グッドグッドさんに限らずですけど皆さんの意見から思う時が、うん、なんかこの議論の中では結構あるかなと思って僕も僕の気づきになりました。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ続いて、えっ、ー、と、吉津よしさん。いつもありがとうございます。 そそうそう字幕で良いんですよ海外リアクション動画も外国人が英語なので日本語字幕でアクセスアップですよニコニコ動画が良いのかな、うん、ありがとうございます何かこれどっかでも書いてくれたのかなお読みしたような記憶がある。で「ニコニコ」僕よくわかんないんだけど字幕うねこれ吉剛さんもすごくお詳しい方でねアドバイスすごく感謝してます。 ね、これねやりたいんだけど本当に時間だあとは自分のまだ登録してやってい、えー、登録していただきやっていくとかあーやってしまったもういつもこの音がもういろんなの全部切ってるつもりなんだけどね失礼えっ、ー、と話し続けましょう、えー、といろんなもののテクノロジーを伸ばしていくの今一つずつ一つずつ挑戦してるんですけど 僕ね、これ YouTube に使う時間が今半日以上なんですよだからこれ直近どっち悩んでるかというとこの時間数をどういうふうにタイトに持っていくかの方がちょっと今悩みなんですねだけど手を抜いてるわけじゃないので,で他のことも並行してやっていくって中でとちょっとどうしなきゃいけないかっていうところうーこうなんかダイヤルみたいに今回しながら考えてるところですおそらく6月はそんな感じになると思いますけども 全部ご意見ストックしてるんで引き続きよろしくお願いしますいつもありがとうございますじゃあ続いてまいりましょうえー、っとパパあ花たれさんえー、リプレイありがとうございました国尾さんからの課題日本の音楽の近未来像についてに僕なりの解釈ピンボケ覚悟で、えー、将来に渡り気になる点を書きましたその点ご,ご了承ください国尾さんのご意見も求めますえー 音楽と AI との関わりについて。 音楽手法における近,代や近未来像を問題にしています。それは AI と曲作りの関係です。大きくは人間のクリエイティブな面とテクノロジーとの関わり方、古くて新しい問題です。今後、AI、人工知能を確とじ万能主義はますます進んでいくでしょう。確かに何でもありは魅力です。おそらく音楽現場でも AI がかなりの部分で活用されていると思います。ただ、核となる部分、曲を創造する過程ではどうなのかな。 作詞作曲編曲を AI が主題に肩代わりをしえっ、ー、とこれは剣を貸してでいいのかなえっ、ー、とボヤを取られる形にならないか、えー、と AI はヒントは得たが曲は自分が作った、えー、内実は創作に関わる過程すべてが AI が主体になっているそれを恐れます話題になった AI の美空ひばりさん、うん 新曲を AI 技術により歌い立ち姿も再現素晴らしい技術だと思いますでも正直何も感じませんでしたひばりさんが本物ではないからです僕は AI を否定しませんし実際に恩恵を受けていますしかし将来にわたりツールとして使い方さらに AI をめぐってのお論理観が今以上に問われてくると思いますんだからこそ国男さんの言う感動が非常に重要な要素の一つに思います でも、AI が作ったスーちゃんの歌声は聞いてみたい気がありますが、てんてんてんまたまた長文失礼しました。えー、追伸です。国尾さんはベイメタの代替わり賛成派のようですね。僕は一大限り派なんですよ。この溝は埋まらないと思いますが、あベイメタはスーちゃんが書く。スーちゃんが離れる、つまり書くがなくなった時点で、えー、消滅です。もアちゃんも続けて離れるでしょう。 迫は容易には作れないと思いますベインメタがダイアナロスが脱退した後のシュープリームスのようになってほしくないです、えー、ついついんですクミさんからのバッターボックスに立ってみろに基づいてハロプロ何組かが聞いてみましたその中でジュースリースの高木紗彦ちゃんが非常に印象に残りました上から目線で申し訳ないがこの子は非常にテリトリーが広い演歌もいけますね大化けする可能性のある子だと思いますこれからも注視していきます えー、分析と私の意見を求めていただくという形で、えー、と評価いただきありがとうございます。そしてもう文章いつも拙い読み方で申し訳ないです。ね、もう頑張ります。で、じゃあこれいくつかお答え順番にですけど差し上げてみ、えー、たいと思っております。ね、この AI との関わり方についての最初のところ行きましょうか。これほとんど僕パパ花たれさんと前半同じですよ。 なんかもう似てきて言葉をお借りしてるというのが僕のところでは真実ですけどもこれこれですよね人間ってね取り方で何ていうか上,なんか上乗せ上乗りですよで一言僕ここ共感なのは AI の美空ひばりさんですよねこれなんでこれ思ったかっていうと AI のヒデなんていうのもあったわけですよ ね、この感覚見ていてないかあるかにしましまょうかないかかあるかならあっていいと思いますよ。でも同じか同じじゃないかだったらもう言うまでもないですよね同じじゃないですよね。なので僕これ 本当にラーメンの話あるじゃないですかラーメンって何かというと一番売れてるラーメンが一番美味しいラーメンであればカップラーメンが一番うまいことになるみたいな理論を言う人がいてこれも面白いなと思ったんですけど僕そこと似てることでおそらく確実にいろんなところに最高の美空ひばりさんっていうのを最終的に届けられるようになるんだったら、AI、の美空ひばりだと思うんですよいわゆるカップ麺ですよね。 これあの語、ー、弊なく誤解を恐れず言えば僕これでいいと思ってますでお店のラーメンというのをうまいラーメンというところこれがいわゆる生の美空ひばりさんだと思うんですよでこれってじゃあ再現し続けられるかっていったらそのラーメンを作っている店主がなくなればクローズですよねでこれでちょっと続けましょう追伸のところでですけどベビーメーターの代替わり派 なんていうというふうに僕がしているんだったら今回僕そうしましょうかベビーメタの代替わり派としましょうでスーメタルモアメタルが他の人にとって変わった場合を推奨している派ということにします厳密にはそうではないですですけれどもその場合の言い分ということで言うとスーメタルもそうですけどベビーメタの作ってきたヒストリーであったり音楽であったりっていうことをあるかないかの方に考えてみてほしいんですよそうすると僕はあった方がいいと思ってます どうしてかといったらこれってラーメンと一緒ですよね元になるカップラーメンになる前はラーメンだったわけですよで AI になる前は元だったはずなんですよつまり人間だったはずなんですなのでこの人間というのが消えてしまった場合そうは当然考えたくないんですけどもうリアルに50年後100年後同じであるってことは非常に考えにくいじゃないですかねこれ遺伝子組み換えとかいろいろか人間でも 組み換えというかね遺伝子の構造をまた考え直せるタイミングになったらわからないですよでも今の2020年型でいう一般の発想では考えにくいですよねでそうなった場合にあるかないかなら僕あっていいと思ってるから例えばコブシファクトリーってこれねあのハロプロのグループであったわけですよキュートもそうですよハロプロのグループであったんですけど彼女たちは、えー、代替わりではなく解散を選んでるんですね でこれは僕どういう心理かっていうと本人たちが選んだから尊重しますよでもこの子たちの残してきた楽曲をライブで見る聞く機会がもう顕著に激減するんですで僕はそうではない方がいいんではないかっていうことをななら考える方なんですもちろんこのスパッとねやめていく美徳美学ってのはあるんですよ なんですけど僕それを全て超えてまだ音楽ファンなんですよねだから優れた音楽曲があったらこの曲がこの子たち次の次世代が歌ったらどうなるんだろうっていうのを見たいって方が勝ってしまう、まあ、それが僕ですようーんこれここまでの段階で思いましたでもう少しこの PS のところをいきましょうダイアノロス表現してくれてますねダイアのレスロススが脱退した後のシュープリムス これはマイケル・ジャクソンが脱退した後のジャクソンズでも例えられるような気がするんですけどこれはちょっと時代が違う気がするモータウンっていうところも含めてあの当時のビジネス構造っていうところとも関与していかなきゃいけない考えていかなきゃいけないってことかななんて思いましたこれちょっと深掘りするのは時間がかかるんでまた必要な時にしましょう今の言ってることが僕の中での一つの答えですで このバッッターボックスに立ってみろ論ありがとうございます、えー、と要はチャンストライですよね音楽も聞かず嫌い食わず嫌いじゃなくて実際聞いてみてくれ実際自分の感受性と向き合ってみてくれということを僕は言っているはずなんですでそこをトライしてみたものへの感謝の中で高木小百ちゃんに興味を持ってくれたこともうお目が高いもそうですし、えー、と彼女は十分あの期待に応えられる子だと思いますね。理由は改めて復習ですけど2つ大きくいきましょう。 高木希ちゃんんは音楽がが好きでで探求心が常にあるんです。僕は今でもそれを感じています。で当然なんですけどもともとの耳のセンス表現のセンスエンターテインメントの捉え方が本人がすごく感受性するとえ特に理由はデビューした時子どもの頃から、えー、ともう全部逆算してもなんですけどセンターど真ん中のポジションということが約束されなかったこと。 約束されててていいなな立場っっっっここと本人はううすすすらら知ってるんです、まあ、うっすらどころじゃないかもしれないその中で立ち位置考えてきたってところだからもう音楽を包括的に捉えていて自分の位置というところをピンポイント点で、えー、絵にグラフィックにできるというかある瞬間ピカッと光らせるようなそういうような、えー、と歌歌手、うん、歌手が歌,が歌える歌手ということですお目が高いなと思いましたし僕のことのように嬉しく思いました 引き続きねこんな形でいろんな音楽探求していくことをご一緒していきましょう。パパ花田さんありがとうございましたじゃあ続いてまいりましょう。おおささむさんお読みしますエイ、e、メタルの脱退について運営の処理だとかコバメタルが悪いだとかいろいろ言われてますがファクトのみお伝えします。 2017年12月のスーメタル二十歳の極めて重要な生,生誕祭コンサートに体調不良のためドクターストップにより結イメタルが欠場お翌年の年始結イがんこれごめんなんとかしていた、えっと、コミバンドの神バンドの藤原あ美木田氏が えー、前年末の不慮の事故により入院していたが休止、優、え、位、ー、の状況はその後、運営から報告は何もなく、5月からの US ツアー、EU ツアーに欠場、5月末にあったアミューズの株主総会、私、株主なので出席、過去都時の質疑応答では、 えーと水野ゆ衣については12月の体調不良は本当に、この表現重要なポイントです、体調不良だった、今は順調に回復していると回答されましたそしてその後10月の突然の脱退発表ゆ衣からは文書によるお詫びと脱退のコメントがアミューズホームページに掲載されました。 私は、えっ、ー、と、ゆいのつらかった状況が目に浮かびます。皆さん、これ以上深く追及したり、適当な憶測をしないでほしいと思います。以上です。推進、2018年1月時点、優位は高校3年生でした。高校卒業後は海外活動がパワーアップされると非常に期待されていました。とのことでした。えっ、ー、と、ご記入いただきありがとうございます。ちょっと変な表示が出ちゃって、これを消,す消した。すいません。 えっと、相変わらずちょっと字、じいすいませんね。えっ、ー、と、そしてありがとうございます。ご説明いただき感謝します。なんとなくバックに流れているものというのが、僕も、おさむさんのおかげで、えー、クリアになりました。ね、えー、本当に詳しく知らないので、あ、そういうことなのかというのを、これ見て、えっ、ー、と、分かった次第です。ねご本人の、ただ、もう皆さん同じだと思うんですけど、ゆいメタルご本人の、ゆいちゃんご本人のですよね。 言葉というのがないというのも同時だと思うんでそこに関してはちょっと憶測にならないようなあ憶測を重ねないようなあ気持ち配慮の中で言葉を選んでいくっていうことになるんじゃないかなと思ってますね。これでも重要なポイントっていうこの日本語独特のね言い回しですよね、うん。これ僕もちょっと重要とおっしゃってるところ少し分かりました。ね ねえ、これどう、うん、ちょっと言葉、ノー、あんまり僕、ノーコメントって嫌いなんだけど、コメントできないという意味での回答ということでご、お許しください。引き続き何かこの進展ありましたら、ユイメタルも、もうここまで来たらということなので、もちろんポジティブに応援という意味なんですけど、引き続き、えー、目を、目を目を向けていくというと、あれですけど、そういうふうな感じでいきましょう。ありがとうございます。じゃあ、すいません。すいませんだって。すいません。次いきます。えー、っと、 お,おすあさひなさんいつもありがとうございます、ね、これちょっといつも読み方がもうあ危うい、えー、とコメント読んでいただきありがとうございますもっと勉強してから来いと一周されそうなところを丁寧に答えていただき感謝です笑いももち会拝見しました外から見たももちの凄さ自分なりに思うところがあるので折を見てコメントさせていただきます コメントと多分僕のぐなもんご動画と某の動画を拝見していただいたようで感謝いたします。ありがとうございます。ね、いやー、これはね、一言一言で言うと、某コに関してはもう、まあ僕のここ近年のモデル、アイグループアイドルのモデルとしては最高。で、某のに関しては、 今の鈴木愛理が逆算する上でですかこれはもう外せないまあ見た方がより理解が深まるそれが某のですねそんな感じですじゃあ続いてまいりましょう、えー、と島倉島倉じゃない島袋光崎さんちょっと気になったので日本のエンタメに対する話でもっと海外に出ていって、えー、稼ぐ話が上がるが単、えー、一言語のお国柄により日本国内である程度の利益があれば外に出ていかないようになっているのが現状 アメリカのエンタメは売り場が先進国に及んでいるので儲けの違いはあるので無理に世界に出ていってえ弊害にぶち当たり才能をお疲弊するよりも自国で自分のやりたいことを自由に活動する方が良いのではと思ってます。うん、んいつもありがとうございますね。まあこれ考え方だな。うん、言ってることは当たってると思うんですけど一個だけね、えー、と僕の考え言うと。 外国に出て行こうとしたら出ていくべきなのよ。でこれはかなりこの鞘尻歩動画、初期の時に僕話してたと思うんですけど、外貨獲得は日本の音楽できるんですよ。だけどそこを韓国であったり中国であったりというところが、まあ物理的に人口が多いっていうのもあるんですよ。各地域にチャイナタウンもありますし、コリアンタウンも,ウンもあって、そこってある程度、 なんか地,域地域自治体とか地方自治体みたいなこと日本だってあるじゃないですかそういうところと関係ないところで結構うん語弊誤解を恐れず言えばまあズうしく展開していけるのよでも国際社会ってこうだからねちょっと日本人から見たらズうずうしく展開してるぐらいが普通でノーマルで日常なんですよでそこぐらいなところと日本で作ってきたカルチャーが 分母1億2,000万だけでやっちゃうのはちょっともったいないっていうのは僕ずっと思ってる人なのだからベースの考え方が僕実は外国外貨取りに行くっていうのは賛成派なんですよねでやりたい派なんですよねそこで多分皆さんがあの察してくれて乗ってくれてんだと思うんですでおそらく僕これまたコロナショックなんか落ち着いたら外国も行ってきますし見てきますし 一緒にでできることのの話ななんんてては全然あのメイドインジャパンを広げていく派なんすよだから僕はそれと少子化もあるからすごい近未来をいつぐらいとするか分かんないけど2030年代2040年代で日本がある程度音楽の地位を取っていくこれ契約っていう意味ですよこあの契約っていう意味でいい地位を取っていくためには多分今こういう話してる僕ら世代みんながですよ僕だけじゃない全員がですよ 意識を持って、えー、取れるところ取っていくもしくは取られているところっていうのの横にいて交渉の権利を得るってことですねこれやらないとダメなんじゃないのってことはもう今更じゃなくて何十年も前から思ってますちょっと島袋さんの言葉を借りて自分の考え方をあの再度皆さんと共有したくてお話してみました引き続きお願いしますありがすじゃあ続いて、えー、車椅子さん 長くお時間を取っていただいてありがとうございます。途上国が採算がお便りを理解しています。sns などの戦略を想定していました。なるほど。これ前回のね。えっ、ー、と僕の前回というかこの回かね。言葉で。 アアジア圏だよ、ね、で西アジア圏ってね言ってましたからインドからおそらくベトナムよりベトナムより西でインドぐらいまでのことを言ってると思うんだけど多分そこだとラオスがかなり目つけられてるはずなんでミャンマーラオスね、うん、ここはね日本人がやると大変だからあそこの国の予算というところで現地の雇用というところを広げていく形での作り方なんだと思いますね。 これはアフリカも一緒です現地の雇用がで,できれば今の世界基準として好きな日本の文化であり日本の音楽が好きな人が自分のおやりがいのある仕事としてオキュペーションですよねそしてやれるってことがとても重要だとは思ってます、うん、この辺はね僕将来的に YouTube やっていく上では絶対にあの言及探求していく分野なので楽しみにしててください。 あ,あとまあどんどんコメントを引き続きお願いしますお考えをお聞かせてくださいありがとうございますじゃあ続いてまいりましょうえっ、ー、と坂きんワンさんいつもコメント会社ありがとうございます最初のインスタライブトなので少々ほてっておりますアミューズグループで新しくワンファイブというグループが始動してそこにはアベンジャーズで一緒だった藤原かのんも入っているのですがえっ、ー、とイブのインスタの投稿に最初のいいねが きっと契約上言葉にできないんでしょうが最初の気持ちを知れてすごく嬉しかったです。あとワンファイブ良いグループですので機会ありましたらぜひ見ていただければ幸いです。ありがとうございます。いやーもう新しい情報にあふれてますね。もう僕の場合この <laughs> コメント欄を見ればなんか今自分が聞くべき音楽導いていただいているような気がします <laughs>、ね。これちょっと調べます。すいませんね。 ねでインスタの投稿にさやし「さ夜いいね」これさやしやっぱインスタあの彼女本人最近直近ので猫かぶっててまだなんて言ってますけど割と自分ななりいいい距離で使いこなせてますよね、うん、僕彼女インスタ解説は、まあ、何よりも大きく3つ僕利点があったと思うんですよ。 どうしてかというと彼女世代の SNS のあり方ってインスタっていうのを中心にある感じがするんでそこに飛び込むことによって隣の意識というのがすごく分かってきてる位置にいるこれ一つだと思いますねで二つ目は我々ですよ我々が彼女のインスタライブとかという今の世の中のこれもスタンダードだと思うんですよまあ YouTube もスタンダードだと思うんですけどもう少し気軽なカジュアルな感じだと思うんですよね。でそこを使いこなしていく扉を開いたということですよね。 これがもう2つ目大きいですあと3つ目おそらくそれが未来のさやのクリエイティブな部分につながりますまあ現在感を得ているから未来につながるってことなんですけどまあこういうところ大きいなと思いますしその中で去年の環境というところがちゃんとあったっていうことを僕これで知れましたんでえっ、ー、と坂金さんの書き込みで知りましたんで、えー、感謝いたします引き続き続よろしししくお願いいます、まあ、楽しいです楽でねこの 応援している子たちがポジティブになっていくその現実が見えるというところじゃあ続いてまいりましょうえっと82たくまさん、えー、バンドメイドの名前まで笑い国尾さん頑張ってくださいおお頑張るよ <laughs> ねえ僕ね頑張らなきゃいけないポイントこれも3つあるんですよもう最初に言いました「持ち時間の工夫」もうこれは工夫していくしかないもういろんなテ,ステクノロジー産業革命の時とかを考えれば もっとできるはずだって自急に産業革命にいたしたの、ね、最近イギリスのドラマを見てるんですけどね、うん、そ,うそういう古いやつをね。うん、<laughs> で2つ目で僕自身がこの皆さんの言葉やっぱここもここでちょっとコミュニティで文化になってると思うのでっとここにアジャストしていくということを僕はこれずうずしいんだ。 半分アジャストで半分自分のポジションっていうのは用意しながらやっていこうっていうようなことこんなこと言いながら考えてるんですよ。そこの立ち位置まだ定まってないのでそこをちょっとちゃんとチューニングしていこうってことを思ってるの2つ。で3つ目は頂いたアドバイスですよね。でそれを現実的にどれだったら毎日続けていけるか。まあ僕の場合も毎日更新 YouTube というのを2ヶ月近く一応一応ですよね。あ2ヶ月じゃないや4ヶ月だ。 ちちょっっっと自分の見積もり甘くなっちゃって続けているというのは多分間違いないと思うんで、えー、とそういう中で120日近くで150本以上上げているというところで証明はできてると思うんですよ。なので僕始めるとちゃんと何というか継続とということですねあの実力がないから努力継続というところでなんとかついつも合わせていくタイプなんですけど、まあ、それができているうちは期待に添えるよ。 ね、人間であるということに何 <laughs> とか半分5割ぐらいはなっていきたいと思ってますんでまたご意見もくださいね引き続きよろしくお願いしますありがとうございますちょっと何か何言いたいかわかんなくなっちゃったかもしれないですけどその程度の男ですわ、うん、次行きましょう ではクケさんお読みしますいわゆる秋元商法でアイドルが儲かるフォーマットができたおかげで利点としてアイドル参入のハードルが下がりそれまでは埋もれていた可能性のある人が発見されたり。 アイドルが手の届きそうな夢になったり、会える場所の増加により多くの人の目に留まり、接した人がファンになりたいとか、アイドルになりたいと思う機会が増えたと思います。欠点はアイドル事務所への参入のハードルが下がり、アイドルを使い捨てたりして、コ、え、マ、ー、のように使うところも出てきたりしまったり、えー、儲けを仕事に還元せずアイドルの環境が悪かったり、育成もまともにしないところがあり、これらが最悪アイドルの自殺などにも繋がっていると思います。 中にはアイドル自身に安易な人気や儲けを優先しアイドルとしての技術習得を怠っている人もいますがこの辺がキャバ嬢と変わらないと言われるゆえの一つかもしれませんねアイドルの裾野が広がったことでロコドルがメジャーを目指し大手事務所に移籍することも多くこの点を気に食わないファンもいるようですが個人的には本人が望んだステップアップなら応援すべきではと思いますし それでも嫌なら離れればいいだけだと思います。ハロプロもロコドール出身者が増えてきたから一部に文句言ってる人もいるようですが一人抜けて亡くなるアイドルグループならあ、ょせそこまでのグループだったのではと思います。ふんふんふんあちょっとこれずっとあれだ上回ったんだ。 ちょっとじゃあ順番が間違えちゃったんですけど最初のところからお読みします、えー、お読みし直しますえっ、ー、と島ひかりさんですねは元フォルダーフォルダ5のアイドルで今は演技派の女優に3になりましたフォルダーは三浦大知さんが編成期まで活躍しフォルダ5は今はビビる大木さんと結婚されたあーナさんがメインボーカルだったアイドルグループです、うん、ハロプロが秋元グループと混同されるのアイドルの裏側を見せる方法を先に始めたのがハロプロで えー、秋元氏がハロプロという部分を取り入れた,たという発言を聞いたことがあります逆に接触は秋元グループが先に始めて今ではハロプロ含めどのグアイドルでもやってるという点で同じって見ている人が多いんでしょう腹取りなどを見れば育成段階からハロプロ,をハロ,プロは人を育て歌手エンターテインメントを育てていることが分かると思うけど興味がなければ見ないんでしょうしね苦笑いアップフロントは売り出しになんがとよく言われてますが 育成や所属タレントの扱いには非常に真面目だと思います。この点ではアイドル事務所で言ったらトップレベルなのではと思います。ね、これへの追伸追試だったんですね。すいません。もう僕の読み順番が曖昧適当で。で、じゃあ整理して回答をお答えしますね。この三島ひかりさん存じ上げてました。ありがとうございますね。顔見ればわかるんですだね。ホルダ懐かしいね。 この当時はよく聞いてましたねえ、ワンピースのテーマとかもやってたんだっけちょっと適当になってたら申し訳ないけど。うん、で、このね、アイドル論争、論争まで言ってないや、僕論争とか言っちゃうのはよくないのかな。ハロプロとは他のアイドルは違うのはもうその通りですよ。もうご存知だと思います。で、商法。商法ね。 僕これ無限にやっってていいと思ってるんですよなか大きくダメっていうのであれば法治国家だから法律でダメって言ってることは俺はここまでいってもでも未来がそれ,それにがんじがらめっていうのは未来がなくなるから変えれるもんだったら変えていくアクションすりゃいいと思ってるんで人に迷惑がかかる法律違反はダメかなと思いますけどね。なんかそれ以外だったらう 僕本当に思ってるのは多様性があることの方が正常だと思ってるんですよ。ほら握手ここ僕本当に見てる世界全然全然違うんですよね。コミュニケーションと捉えてるから。<laughs> なんて言っていいんだろうね。でこれもう皆さんの書き込みの感覚で。 僕は握手がいまだにまだ2020年において接触商法って言ってるんだなってことを再確認したんですよ。ねで実力あるないで見てるに決まってるんですよね。音楽なんでかといったら音楽エンターテインメントを向き合ってその向き合ってるこの結果を見て僕もエンターテインメント音楽のファンだからっていうことなんですよ。でそれ以外のところでは僕最初のネタ振りから何からしてないはずなんですけどね。 だけどこれにこっちに広がっていくっていうところが今の常識スタンダードなんですよね。うんこれ発見でした、うん。改めてそんなこと思います。うん、ね。で僕これは大きく同じなところはクケさんと大きく同じところは淘汰されますよ。それでもいいえね。うん、<laughs> お互いでいろいろ言ってそこでね <laughs> 落とし込んじゃうって。 まあ引き続き必要に応じてこんなお話もしていきましょう。していくのが正常だと思う。ありがとはす、じゃあついていきましょう。尾形正晴さん。 配信いつも楽しく聴かせていただいてます。ハロープロで一番のダンス面は佐々木とのことですが、私は稲葉だと感じました。鞘師在籍時の時点でも稲葉のダンス評価はハロープロ随一でしたし、ダンス学園での企画であった世界的ダンスグループ、かなぶんと一緒にダンスグループを組んだ際、稲葉、佐々木、石田、秋元あすいません、秋山、浜浦、平井の練習や本番を見ていると、 イナバより佐々木の方がダンススキルは上にとても見えませんでした。講師やハロプロメンバーからの評価や実績は稲バを推す声が多いですしグループとしてのパフォーマンスが違うのでアッシュはダンスよりジュースは歌よりライブパフォーマンスだけを見るとどうしてもそう思われがちだと思いますがふんふんご意見ありがとうございます。 これね僕佐々木理香子ちゃんのバースデー動画で結構理論的に話をしたんですよですけれどもここで挙げていただいたし他のハロメンもあるのでちょっと改めて、えー、違う角度から説明してみたいと思います稲葉真夏との比較でいうと稲葉真夏と佐々木理香子の大きくこの異なる点そして僕の評価が変わる点これに絞りましょう異なる点はは佐々木理香子は えー、あらゆるリズムのダンスがビートでではなく自分の体で取れるんですねで腰と頭と着地点要はアースを感じる重力を感じる部分っていうのが、えー、ポイント全て優れてますこれはもう一目瞭然と思いますで「稲葉真中」優れてるところ行きましょうあらゆるダンス同じですね、えー、のところを体のサイズ以上に大きく見せることができる ですからすごく上手に見えると思いますで、この佐々木理加子との違いというところで言うと僕はリズムのキャッチというところが体からなのか形からなのかなんですよで稲葉真中は形から佐々木理加子はリズムから体が入っているこれで僕はリズムから体が入っていることの方がダンスが上手いというふうに表現するタイプなのでこういうふうに言っています なのでス,スキルというお話ですよねスキルというところでは数で質と量というところでいうと量は稲葉真中があるという言い方もある種できると思いますですけれども質というところで僕は佐々木理香子というふうに捉えているなぜならば僕が先ほど説明したところを質の基軸としているからですこれでお分かりいただければで誤解ないように稲葉真中が下手と言ってるんじゃない自分の基軸が今言ったところにあるからということなんですね で他のメンバーのところでそういう僕基軸のところで言ったら2番目にうまいのは秋山その次は浜ちゃんかなそういう感じで石田は稲葉寄りなんだけど石田と稲葉なら僕稲葉の方稲葉より石田の方が実はダンスが届くんですねこれはどうしてかというと彼女の表現力表情バックボーン深みですよねここがダンスにもちゃんと表現できてるんですよ で、これも誤解のないようにしてほしいんですけど稲葉にそれがなないいってわけじゃないのこれ難しいでしょうんで稲葉の評価僕低いわけじゃないのここまで言っといてだけど石田か稲葉かの2つだったら僕石田の方が届くのさこれね誤解招かないようにしたいのよく小田さくらの歌の時でもねあるんだけどエンターテインメントの好みじゃないですかここ。 最後、うん、届く、届かないのところになるのよ。で、稲葉、届いてるのよ。これも誤解しないでほしい。届いてるんだけど、この面を上げた方々の中で言ったらそうなる。で、平井ね、平井美代別格僕、まだそして彼女が隠してるもの、まだ彼女自体がシャイで、本当の技術って出してないと思ってます。なので僕、平井美央は語るのを保留にずっとしてます。別格です。 もしかしたら彼女が一番すごくなってるそんなのキンキンの未来で見れると思いますよ <laughs> そんな感じですねでもこれあげてるメンバーさすがですよ、うん、どの子も全部ダンスで話せます加賀も話せますよただ僕ちょっとここはあの、うん、この回ではお話しなくてもいいかもしれないね今のお話全部で何とかご理解この場ではいただけたら嬉しいですね ね、ジュースジュースの話なんかしたらもうもっと無限に行けますよ。引き続きよろしくお願いします。あたす。じゃあ続いてまいりましょう。えっと、ピュー、ピューイアックス01さんかな。What did <do> you said about you? うん。これ外国の方だ,だね。で、これ英語とフランス語が混ざってる気がすんな。で、ゆいの話を聞きたいってことかな。 これ、タイトルにそれが入ってたからかな。これね、ちょっとうー見た方々誤解に招かないようにしてほしいんですけど、ずっと物語、これ連鎖してるんで、結衣 <music> メタルっていうタイトルが入ってたら、もう,こう書いてるつもりなんだけどね、えっと、前のこの動画から、それのレスポンスなんですよということなので、もし結衣メタルの話が聞きたいんだったら、1個戻ってほしい、うん。だから、まさにバックス・ザ・フューチャーですよ。い、う、や、ん、プレイバック。 あなたのピッチャー、プリス。あなたのムービー、プリス。そういう感じ。ありがとうございます。Thank you so much。続いてまいりましょう、えーと。山田太郎さん、えー。リホちゃんの誕生日なのにおめでとうは言わないんですね。えっ、ー、と、リホを、やしリホという名前を使って視聴回数稼いでいるのにお誕生日おめでとうは言わないんですね。心ないよね。 えとこれの回答でたぬきみきさん、えー、心ないかどうかは今までの動画見てたら分かるよねてんてんてんリホリホの誕生日おめでとうと言葉がなくてもおめでとうって伝わってるよねあっ邦夫さん以外にコメントしたらダメなルールでしたっけダメだったらすぐ削除しますあまず山田太郎さんえー、っとう私の お言葉が足らなかったおか,おかげせいで、えー、と不快な気持ちにさせてしまったんでしたら申し訳ありませんでしたで心がないように捉えられたような、えー、と行動というのも皆さんに目の止まるところでやってしまったことを謝罪いたします失礼しましたでたぬきみきさん、えー、私の足りなかった部分に対してフォローしていただき感謝します えと以後もこういうことが気に障るようなことがないようにもちろんね皆さんに楽しんでもらえる場所を作りたいという気持ちでやってますので努力してまいります引き続き、えー、とこんな男ですけどもよろしくお願いしますあとこの動画を最後まで見ていただいたということだと思うので、えー、とその辺も感謝します、えー、とこんな男ですけど頑張りますんでまだまだ見てやってくださいじゃあ続いてまいりましょうえっ、ー、と三枚坂あゆさん コメント返しありがとうございます。コメントし中でビヨンズの名前が出てましたね少し知ってます日本レコード大賞新人賞を去年取りましたよね期待できるグループですねビヨン学校について少し見ましたうんとごめんな。失礼注目ですさやしに対抗できるダンス上手は佐々木さんなんですね確かに良いですね見ていきたいです ところで最近さやしがゆいメタルに移籍あ違うこれだ山田さんとこだこれに移籍かという噂が出ました早速調べましたが衝撃を受けてしまいましたアプガカッコ2期の佐々木ほのかにですゆい、えー、ちゃんっぽい動きついての振り方がそっくりコメント欄にもメイトのぜひ便メタに来てくださいが多数 きっと国尾さんのさやし動画があるはずということで、えー、あ失礼、きっと国尾さんの解説動画があるはずということで調べてたら、2月に動画を上げてました、笑い、この子期待できます、アイドルの世界も広いですね、そして頑張ってる。 国尾さんが最後に言ってたことをきっかけで世界は広がっていくということ食わず嫌いはダメですねアイドルに興味がなかった私ですがアイドルの頑張ってる姿が好きになりました鞘師の誕生日インスタ見ました、えー、リアルタイムで最初のライブを見ることができ幸せでした過去ではなく同時代を生きている幸せ感というのでしょうか私は気づくのが遅いんですよベインメタは2枚のアルバムを出していたし 番目は5枚のアルバムを出していたし「遅すぎる」「今回はトレンドに追いついてます」「笑い」「小杉さんは学んだことを表現していきたい」と言っていました「きっと予定はあるんでしょうね」「よかった」いやーめちゃめちゃ謙虚ですね,ねそしてこれ文章いいですねなんかこれ僕が僕にいつも言ってるような <laughs> でも僕もハロープロとかプロ野球とかはこんななんて言うんですか僕の喋ってるような感じでずっとアジャストしてきてるつもりなんですけど他のもので多いですよこういうの、うん、もう毎日こんな感じですよ <laughs> なのでちょっと似てるとこあると思いますで美容、うん、はもう本当におすすめ今間に合ったっていうことでラッキー <laughs> 本当におすすめうん ある意味でビヨンズはハロプロをもうすでに変えてます。楽しみだね。で、まあそれはそれにしましょうか。で、このヤムエンターテインメント説は、僕な人と思うよ。な、うんでかというと、現役時代に鞘師はそんなに直接のつながりがなかったはず。だって山田さんはさ、 あの綾ョの場合は綾ョが直接妻の最初の時見てるわけじゃないですかねで山田さんから行くことはないはずよこれはなんていうかというと山田さんから似たような話をっていうことが聞いているっていうことになっちゃうんだけどうん、ね、本人から行かないのさそういうことだと思います、うん、でのねえこれうん <laughs> 佐々木ほのちゃん行きますか これはね、私と同じですね。ハロウタが全部陥るところでございます。いいですよね。いいですね。うーん。紅ちゃん。ゃんうん、<laughs> 最近見てない寂しいな。うん、めちゃめちゃ可愛いいですよ。もう僕はこの、この YouTube 始めた初期の頃かな。 アプガニキはね本人たちと一緒にイベントもハロプロナイト僕がやってるのにね出演してもらうってことに二度ありましたからねうんもう彼女たちはいい子だなライブもいいしなうん着やすく押せるだけではね表現できないですね、うん、でもお目が高いっすどんどん見てやってくださいよあのー、アプガニキはツンクさんの曲4曲やってるんですけどどれもいいっすよ、うん、それだけでもいろんなの広がり出てくると思います ね。でも僕もこれ。あと後半のもうそうですし、今ご自身のことを見直されている。今井坂 m さんの姿勢というところがもう思いっきり、自分の他のシーンで共感なんで。うん、なんかお互いもう今から直せる。未来っていうのは広げていこうって話ですね。引き続きお願いします。ありがとうございますね。楽しいね。で、夢太もだってもうこのおかげでベメタも僕改めて聞いてみて。理解深まってます。もん。 続いてお読みしましょう。えっと今日はこれが最後かな。とりあえず前半動画これのコメント返しが最後になります。えっとレンジャーさん。 最後の質問はアイロンバーニーを意識した質問なのかもしれませんねバックバンドは4人過去固定3人は男ですがフロントの3人は女子うち1人は一昨年のベイメタのサポートダンサーという構成なのですがデビューしたての頃は坂見 LA メタルバンドの大御所に曲作りに参加してもらってましたね曲のジャンルはハードロックもしくは LA メタルで結成当初から海外を狙っている感じでようやく実を結びそうですね そのベイメタのサポー,ターダンサ,ーサポートダンサーさんは多分好みは k p o p だったのですがベイメタのサポートダンサーをやったことで海外でも名を知られていたため今ではハードロックとメタルエンドっぷりですね笑、えー、笑い笑い、えー、もしも同じように少々,少々予算を投入してメタルハードロックのダンスボーカルユニットを作ろうと動きがあればリフォームメタルが狙われるように思います。 もうしばらくベイメタにいてもらいたいと思いますがその人気と実力からいつまでもベイメタのサポートダンサーで収まっている女の子ではないとも思います個人的にはアイロンバーニーのようなバンドが増えるならそれもありかなと思いますうんうんもう再三ですけどこれメタル知識もより深まりますねうんありがとうございますねこれでここでも重要なのは ダンサーとしてのさや、ね、しての鞘師っていうのはまあ過去の動画でも繰り返し言ってますけどトップレベルのエンターテインメントってとこだったらさやしりほの持っている武器の中では一番速くて近いですよね本人それ分かってないわけないと思うんですよただ <laughs> 僕歌のファンだから歌いながら踊ってほしいっていう欲はもう常に持ってるけどねう いやこれも,もう鞘師が何したいかこれ,こ,れこの動画シーズン何回言ってますかね鞘師が歌いたいって言ったら歌を応援するしいろんなところでのダンスで自分の実力とか可能性を広げていきたいって言ったら絶対それを応援するしね22歳ですからねもう本人のクリエイターダンサー表現者様々と思いますけど もう無限に広がってますよで世界見ての挑戦だから、うん、もう僕ができることを応援することっていうことに集約まあ我々みんなですよねなると思うんですけどこれどれも想像していてそんなにハズレにならないのがすげえなーっていうのを今回思いましたですからベビメタ大きかったんですねアベンジャーズで参加ということでメタルバンドを ロック系ののバンドどどんんなものでもででだと思うんですけどそこに何かしらのエンターテインメント演出のところで出ていってもまるで不思議じゃない2020年の今があるととといいうことだと思いますそんな感じで、えっと、本日のコメント返信動画全編,編ということで、えっと、僕最後に、えっと、コメントを自分なりの感想ということですかお返しして後編につなげるお話にしたいと思っています。 えっとね。もう今回の前編のコメント返しはなんか？このシリーズの中で一番と言ってもいいぐらい音楽というところと、鞘師里保ちゃんというところにスポットが戻ってきたような感じがするんですね。で、そこは何かというと、やっぱアップフロントハロプロというところのバックボーンをしっかり持っているというところ、そして今からの未来ですよね。メタルバンドなのか、音楽の中での。 ダンスというとどうしても R&B ソウルの方のイメージがあるけどもいやいや縦乗りのロックのところでもいくらでもパフォーマンスできるぜという、まあ、これはハロプロが現に何十年もかけて証明してるわけですけどでその両方の素養を持った鞘師里保という子がもうキンキンの未来でどうなるかっていうところを我々ファンの醍醐味ですねこういう話をしながら想像を膨らませて出た結果に一喜一憂できるというような。 そういうよういいよなテンポををここの動画で繰りり広げられていることを誇りに思います。引き続き国尾チャンネルの方こんなお話でよろしければまだお済みでない方はチャンネル登録ないとぞお願いしながらですけどもお話の方を繰り広げてまいりましょうじゃあまずは前編、えー、と回答させていただくそんな動画でした引き続きお付き合いよろしくね